谷翔平、驚異の187キロ打球、スタンドの MVP コールに応える一打とは。大谷翔平選手はメッツ戦で右中間フェンス直撃の敵地二塁打を放ちましたが、記録が訂正されたんだと失策に。彼は2安打1打点で勝利に貢献し、ドジャースはメッツに完勝しました。みんなの反応。大谷さんが2打席目で打ち足の間を抜いたタイムリーを打ったことで精神的に楽になったかもしれないね。前の試合でダルの投球に苦しんでたから、どんな当たりでもヒットになれば選手の気持ちは変わるよね。チームにとっても大谷さんにとってもナイスなタイムリーヒットだったよ。大谷の3バッティング目は低い角度でも180キロ超の速さでフェンス直撃、4バッティング目はバットの先で拾ったのに120メートル飛ばすパワーがすごい。ダルビッシュが良かっただけで大谷の調子は悪くない。メッツ相手に初戦を勝ちたいね。ドジャースを応援しつつ千賀も応援。千賀らしくない投球で今季の登板不足が影響かも。次に期待。大谷選手が復調してきて嬉しいね。警戒されてるけど、相手投手に負担かけてチームの勝利に貢献してほしいな。メッツ戦を見てると日本の高校野球みたいなバントやチームバッティングがあって、一戦必勝の感じがするね。こんな試合運びならワールドシリーズも勝てそう。チームワークも良くなってるし、ユニフォームが一番汚れてるのはやっぱり大谷選手だね。頑張れ大谷、頑張れドジャース。ドジャースが6回表で60とリード中、フレアティが7回まで投げれば明日はブルペンデイの可能性が高い。ブルペンデイは移動日の次の日だけ使えるから、第2戦、第5戦、第7戦だけ。だから明日の先発が未発表なんだね。第3戦はビューラー、第4戦は山本だけど、明日ナックを先発させて早めに交代もありかも。ドジャースが4連勝しそうだね。せいぜい4勝1敗かな。7戦まで行ったらドラマだよ。大谷の打球が上がらないのが気になるけど、豪快な一発を期待したいね。センターがファンブルしたけど、大谷はそれで走るのを弱めただけ。打球的には2ベースヒットで OK。 ランナーが本塁に帰ったのはファンブルの影響だから、打点は仕方ないかな。外野手がフェンス直撃を一瞬ファンブルしただけでエラーはかわいそう。打点付き二塁打でいいのに、大谷に MVP 取らせたくない力が働いたかも。最近調子悪かったけど、今日はいい当たりが出たから、明日以降ホームラン期待できそう。大谷はダルビッシュ以外には好調で、17打数6安打、ダルビッシュの凄さが際立つね。トップスピン効いてるのに飛ぶね。今日はサイクル狙いで、大量点取ってブルペン休ませたいね。フレディを休ませられそう。フレアティには頑張ってほしい。相手の走塁ミスでラッキーだった。ダルビッシュはすごいけど、ヒットが待ち遠しかった。最近は芯を外してる感じで調子悪いのかな。頑張れ大谷。投打が噛み合ってて安心。フラハティは6回までいけるかも。ブルペンの負担を軽くしたいし、フリーマンも休ませていいかもね。千賀がひどすぎて、メッツが初戦で彼を先発させたのは失敗。四球多くて球に勢いもなく、3点で済んだのが奇跡。ドジャースに勢いを与えたし、もしメッツが敗退したら千賀が先犯。ドジャースは強いけど、俺は負けない。選手たちの躍動を見せたいね。パドレス戦は苦手だったけど、調子は悪くないからメッツ戦で活躍すると思うよ。投手陣が3試合連続完封でリーグ優勝も近いね。ドジャースの投手利欲と打線が好調で、大谷の WS 出場も期待。大谷選手は優勝決定シリーズ直前でも期シーズンのために投球練習しててすごい。ドジャースはパドレスに勝ったからメッツは怖くないよ。ポストシーズンは勝つことが大事で、大谷が打って点が入ればそれで OK。 千賀が悪くてメッツが気抜け、点差広がり、フラはティオリテからチャンス。ドジャース投手陣が27回無失点、大谷も期待大。ドジャースは絶好調で、下位打線や走塁もよく、フラハティも好調。ライトのファンブルがなければシングルヒットだったけど、打球が上がらないのはレベルスイングのせいかも。イグレシアスが敵でも大谷に嬉しそうに近づく姿が微笑ましい。大谷は試合中にすぐ修正して打球を飛ばす。みんなの反応としては、大谷選手の活躍に喜びつつ、彼の調子が戻ってきたことを歓迎する声が多いです。少数意見としては、記録訂正に対する不満やメッツの千賀投手の不調を指摘する声もあります。当チャンネルの意見として、大谷選手の活躍はチームにとって非常に重要であり、彼の打撃が精神的な安定をもたらしたと考えます。特に
彼のパワーとスピードは驚異的で、今後もチームの勝利に大きく貢献することを期待しています。